2011年の3月11日 の、 震災と原発事故の後、まあ、いろいろたくさん自分もショックも受けたし、考えることもたくさん生まれてきて、まあ、今年で4年目なんですけど、まあ、それで、まあ、いろいろやってきてはいます。で、まあ、音楽、まあ、本来は本業は CD ショップなので、その十数年前からライブをやって、過去ライブをやらせてもらってます。まあ、毎回なんですけど、音楽の持ってる力がもしあるとすれば、心をすごい豊かにしてくれることは多分自分は間違いないと思います。まあ、幸せにしてくれるということもありますし、心を豊かにしてくれる、また明日に向かってこう何か生きる力を与えてくれる、まあ、いろいろ考えさせてくれる、まあ、悲しみもまた悲しみは悲しみとして受け止めるような音楽もやってくれる、まあ、そういった形でライブを通して生でアーティストの人のこの音楽もなんですけど、心を感じてほしいなと思って、今は